加しやすいところに行ってしまいましたね。詰まり気味でも二遊間破ってセンター前のヒット、見極めがしやすいですね。意外に左対左のこう待ち方っていうのはやっぱりどうしても肩口のスライダーを意識する。初球を左に打ちます。源田さすがのバッティング、レフト前のヒットです。今日2打数の2安打となっています。ただ源田流し打ち、三遊間破ってレフト前のヒット、源田今日3安打です。粘られてもこうフォアボールを出さずにこうやって打たして、2球目バントします。胸がボールを取っています。いじり送球、ランナーに送球が当たっている。記録はヒットになっています。源田のバントヒットということで、源田今日4本目のヒットとなります。送球が源田の背中に当たってしまっています。源田選手今シーズン初めての4安打となっています。